さあ、さあ、見せてください。どうしたもんか、これは。命のきらめきよ、今ここに。くぅ、傍観者になりやがったか。やるしかねえか。ここにももう一人いるな。そうか、一応全員ネームドか。ファクトさんは正直微妙に記憶に残ってないんだが、いたとしてもだいぶ、でもいたような気がするな。超久しぶりじゃない？ま、とりあえずめった切りにさせてもらうぜ。ライジン、シュールだよな、これ。グワン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 回っとるで、これ。よし、さあ、ブレイクダウン入った。ライジング、くる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 。チェーンアタックは使いません、長いのでな。だったら途中でキャンセルすればいいような気もするが。よっと、カムナビさんさすがに硬いな。ムンバもなかなか硬い。しかしムンバさんもそんなに体力はなさそうね。よし、そろそろ終わりだな。よし、怖えよ。 OK。以前戦った時は鉄巨神に乗っていたが、その時以上に気迫みたいなものを感じる。まさかこれが闘争本能なのか。みやびちゃん、確かに強いけど、それだけだよ。みやびちゃんの奏でる調べはこんなんじゃない。こんな悲しい調べじゃないもの。セナ、ああ、魂がこもってねえんだよ。動きにも技にも意志が感じられない。俺たちが戦っているのはムンバたちじゃない、別の何かだ。よく気づきましたね。その通り、基礎教育を施されていないがゆえ、精神は不安定になる。それを補うのがこの調べ。送り人は兵士たちに安らぎを与え、希望を見出させてきました。私はそこに着目し、実践した。お前、送り人の調べを。彼らをご覧なさい。精神の不安定さは解消され、本能のままに行動できるようになった。確かに意思こそありませんが、そんなものは障害にしかならない。ひどい、許さない。みやびを、私たち送り人の調べをこんなことのために利用するなんて。いい調べだね、クリスのオリジナル。まあそんなとこかな。俺も取り入れようかな。ノアにはノアの調べがある。あれはとてもいいよ、とても素敵だ。本当に？前のコロニーで覚えた楽譜を少し変えただけだけど。大事なのは楽譜じゃない、調べに乗せる思いさ。思い？乗せれば届くんだ。見ろ、思いだ。重い？どうした突然。送り人がこれまでやってきたこと、ただそれを奏でるだけでいい。彼女だって送り人なら必ず届く。そうだね、これまで通りの私たちの。ああ、分かったわ。先に出るから合わせて。ノア、ミオ、何を。
あいつら、粋なことするじゃないか。え？やる価値があるかもって言ってんの。守るよ、二人を。ナツ、セナ、オーザ、任せて。みんな強えな。何をささやいた。教えてくれたあの日、高く高く命が空へと光が舞ったあの日、あの日からずっと私奏でてきたよ、あなたから渡されたこの調べを。みやび、私に命を届けてくれた人、今度は私が届ける番。待ってて、みやび。今届けるから。なあ、みや。みや。こんなことが、記憶など全て溶けてなくなっているはず。ワイ、送り人の調べは単なる音符の羅列じゃない。それは奏でるものと奏でられるものとの思いが形になったもの。私は雅から受け継いだ思いを形にしてただ語りかけただけ。ありえない。Z の断りを超えるなんて、ウロボロスにそのような力はないはず。水の剣、あれが手を貸したとでも言うのですか。ならば確かめねばなりませんね。来たよ、メビウス。さて、正直そんなに強くなさそうだぜ。もう随分とでけー。なんてでかさだ。もう十分あれだろう。役割は果たしたろう。やつを倒してこのコロニーを解放する。命の火時計から解放されたあなたが、私のメビウスの力は意味をなさない。ゆえ、私のこの全身全霊全肉体をもって叩きのめして差し上げます。割と正々堂々だぞ、こいつ。さあ、さあ、戦いの始まりですよ。さあ、メビウス、ワイ。行くぜ。もうブレイク入っちゃったよ。覚悟はできたか？誰かスタン入れてくれ。入れてくれなかったか。まあいいでしょう。一旦ちょっと待機だな。よし。ヒュー。よし、行こう。スターライジングしよう。ライジングしようぜ。ライジングしようぜ。ライジングはしねえか。くそ。
よし。よし。スタン入った。よし、チェーンアタックで決めちゃいましょう、この胸クソ野郎。いきまーす。ライジングしねえかな。おっと、もう立ち上がっているか。じゃあ再びちょっとおねんねしていただこうか。よし、ブレイク。じゃあ一旦防御下げるぜ、イスルギ先輩。ヒーローチェインの効果で150まで自動で上げてくれるぞ。さあここでイスルギ軍務長がまた復活してくれたらやりやすいんだが、復活しなかったか。ではでは行くぜ、引き続き。ヒュー、じゃあダウン入れましょうか。よし、尻餅ついてろ。からのスターン。よし、震えな、ライジングしろ。ライジングはしねえか、重すぎるか。まだ終わりじゃねえぞ。これで決めれるかな、最後までいけば。勝てー、ブラーボー、復活。さすがにここは普通にウロボロスコンボまでつなぎましょうか。ヒュー、これでチュンチュン、結構威力出るんだぜこのチュンチュン。もう一丁、ライジングを諦めないぞ。おら、またしてもブラボー。 Y さん勝て。よし、復活。じゃあどう攻めますかね。よし、これでいこう。多すぎたか、ギリセーフ。いくぜ、チュンチュンしてやる。ほら、ヒュー、限界ギリギリまで攻めますぜ。いくぜ、チュンチュン。ほらからの、ほら、どれぐらい減るかな。ダメージボーナスはほぼ10倍、耐えそうだな。ここのセナちゃんかわいい、ランツくんもかわいい。あとちょっと足りなかったか。まあ起き上がるまでに終わるだろうな、これ。終わっとけー、しゃー。素晴らしい切れ目なんでしょう。あんたそういう色合いだったんだな、割とかっこいいな。今だよ、みんなを解放して。気の毛を叩き。さすがですね、ウロボロス。記憶までをも再生させるとは、なんとも素晴らしいきらめきです。その輝きでもって私を、この世界を、もっともっと照らしてみせてください。楽しみにしてますよ。あっさり逃げやがった。逃がしたか。
ムンバが復活したぜ。ムンバくんもあれかな、ヒーローになるかな。そこまで強くなかった気がする。失礼だが。みやび、みやびちゃん、ずっとずっと聞こえていたよ。ミオの奏でる調べ、あの日からずっと。みやびのおかげで私、たくさんの人の思いをたくさんの人に届けることができた。これからだってもっともっと。素敵な調べだったね、ミオと。そしてノアだ。はじめましてかな。インタリンクで何度も会ってるけど。ノア君、とても素敵だったよ、君の調べ。これのおかげさ。それは君が持っていて。あ、ごめん。大丈夫、綺麗に洗って返すから。バカ、そういうこと言ってるんじゃないの。バカってね。私からミオへ、ミオから君へ、思いは渡っていくもの。君の本当の思いを果たすまでそばに置いてあげてね。わかった。そういうことならこれからも喜んで使わせてもらうよ。よろしくね、ミオ。え？誰よりも素敵な送り人になれたね。まだまだこれからだけど、自信はあるんだ。一人じゃないから。私もいいかな。もちろん。おかえり、みやび。やったぜ。おかえりなさい。ただいま、みお、セナ。さて、七位送りだぜ。チッス。というかシティに行くにしてもそれはそれで混乱しそうだな。行ってきます。にしてもさ、ムンバ君たちのことはそこそこに放置だな。悲しいよ。なんでや、ムンバも仲間やろがい。なんだかまだ夢を見ているみたい。やったぜ。お、ランク20まで成長可能。そしてヒーラー、リカスト速度を加速させる。やばいだろ。ほう、エネミーがスタン状態の時にバースト効果を持った圧をヒットさせると怒りが静まり、ドロップアイテムも数が増える。ほう。つうか遅くね。その説明超遅くね。まあええわ。おお、ジェム強えな。よし、改めてこれからよろしくな。そしてミオちゃんの成長がさらにできるようになったから、しばらくここ上げていこうか。よし。な、なあって。なあに？お前さ、あんだろ？M の記憶。
ユーニ、なんでここへ？いいから。あるけど、なんで？教えてくれよ。だから何を？女王とメビウスについてさ、詳しいこと。女王とメビウス？メビウスとの関係とか、秘密とか、居場所とか。抜け駆けは許さねえぞ。やったぜ。ランツ？俺たちだって知りたいぜ。なあ。まあ、確かに。しかし。うん。ミオちゃん、本当に大事なら、全部話してくれるもの。話さないってことは、あるんだろ？理由。うん。女王については、私の口からじゃなく本人から聞くのが一番だと思う。 M の知らないこともたくさんあるもの。やばなことしちまったな。チュッ、なんだよ、お預けってこと？まあそうなるかな。なんかずっりーな。愚痴らない、私だって同じなんだからね。わかったよ、しゃあないな。会った時の楽しみにとっとくとすっか。つうか、ほんと薄着だな。ここもきっちり探索しないとな。いよいよ会えるかもね、物語のキーパーソンに。ここが目的地？何にもないですもん。本当にここで合ってるのかも。いかにもな台座があるだろう。大丈夫、見てて。なんじゃこりゃ。思ったよりやべえの出てきたな。広そう。これが天空の砦。はあ、すっげえもんだな。こんなのが隠れてたなんて。お、歩けエスカレーターですよね、エスカレーターですよね。ここはあそこに女王様が眠ってるのね。ええ、あの頂上部に。高いところお好きね。よし行こう。あと少しだ。あと少しでメビウスの支配から世界を取り戻す方法わかるかもしれない。実際に目にするのとでは違うな。ほら、まがまがしいようで神々しいようで。今後をつけられてないといいんだがな。最近度肝を抜かされてばっかだな。まるで空を歩いてるみてえだ。えっほう。よそ見してると落ちるよ。よっ。にしてもちゃんとした物質としての階段になってるな。よっ。ふわふわとしたエネルギー体じゃないんだな。もっとたくさん歩きたいな。ランドマーク。敵はいないのか。野暮なことはしないのか。そうだな。よし、急いで登ろうぜ。近いけど遠いな。はあ、すげえ場所だな。ここに女王様がいるのか。よそ見して落ちるなよ。えっほえっほ。もうすぐ本物の女王様に会えるのかな。少し緊張するな。なんか嫌がらせの敵の一体も置かないとか、逆にゼノブレらしからぬよ。
さて、どうしたんだよ、太陽。もしかして緊張してるのか？するだろう。ここか。え。開いた。いた。まんまあいつじゃねえか。綺麗な人だな。だろ？あれが本当のアグネスの女王。死んでるんじゃないよね。大丈夫。もうすぐ目覚めるわ。思った以上にまんまだな。